はい、どうも BLS パサカやっていきたいと思います。はい、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますということで、新年初っ端のサクセスやっていきたいと思います。今日はね、ノブレス高校でウィング作っていきたいと思います。デッキの方はカレン、大倉、ゆきので滝上、K、トッティ、この6人でやっていきたいと思っております。はい、そして今日、夜当たり上手でアイテムはパウルと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、ケイ君ね、45しか作れておりませんでした。で、サクセスやってたんですけど、やっぱりね、50使うとね、むちゃくちゃ強いです。はい。なので、まあ、50にできたことは、すごい助かるかなと思っております。まあ、しっかりと強い選手ね。まあ、ZUS だっけ ?ZZS だっけ、最高ランク出していきたいですね。今、完走してる方は結構いると思います。まあ、自分も完走目指して頑張っていけたらなと思っておりますので、しっかりと応援の方よろしくお願いいたします。はい、とりあえず先が一発目踏めないんで、ここは雪乃とカレン、この2人でいきます。まずは雪乃の評価上げたいんで、はい。あと、カレンの評価も上げときたいけどね。まずは雪乃です。はい。で、ZZS ね、ウィングの方はまだ簡単だと思ってます。ウィングの方が最大値は低いんですけども、まあ、精神稼げる枠あります。トップ下はね、精神がすごい稼ぎづらい。最大査定でいくと、緑枠いないんですよ。トッティ抜いていかないといけないんで、まあ、その辺がちょっと厳しいかなと思いました。まずはウィングから ZZS 作っていきたいと思っております。はい、ゆきのちゃん評価上げたいね、これはね。で、回復のコツ取っておきましょうか。はい、行きます。で、雪の早めに骨格呼びたい。雪の骨格。で、カレン、ね、ごめんなさい。で、滝上ですね。はい。で、メンタルいきます。これはもうメンタルいっちゃいましょう。で、スピード上げておきます。臨床振っておきましょう。まあ、ウィングなんでね。ウィングなんで、臨床は結構必要なんでね。初めのうちにできるだけ確保しておきます。はい、雪の告白来てくれました。OK です。で、筋力も途中から欲しくなってしまうので、青が終わったら赤という感じでいきましょう。はい、では雪の行ってきます。OK です。できれば雪の滝上、この辺りと、ね、まだ評価が上がっていないキャラクターが一緒にいてくれると助かります。評価上がってね、さっさとオフェンスの3択、4択、4できれば、やっぱ経験点的に伸びますんで、その方法でいきたいですね。はい、これは滝上いっちゃいましょう。で、筋力もらってもいいけど、まだ青でいきますか。はい、トッティがよく上げていきますね。はい、滝上。で、これは上です。筋力もらっておきましょう。はい、カレン、OK でーす。で、大倉くんが進んでいきます。で、スピード。お、いいですね。これはスピードいっちゃいましょう。はい、行ってきまーす。OK でーす。はい、7連鎖達成。OKOK。で、雪乃が進んでいきます。いいですね。はい、で、カレン。OK。で、トッティが動いていきます。トッティが動いていきますということで、はい、自分のためにから、OK。まあ、トッティね、50欲しかったけど、あ、これはカレンでいいか。あ、でも雪乃でもいいか。もうトッティ50欲しかったけどね、ちょっと取れなかったんだよな。まあ、BSR で出てればワンチャン狙ってましたけど、うん、残念ながらという感じでございます。これは赤でいきますか。はい、評価あげます。評価、ケイト大倉、ささっと評価上げたいのが出てきます。はい、ここからは、まあ、自分の狙いとしましては、でかいタック来ない限り、できればパワー120ぐらいまでパパッと上げていきたい。このままで。まあ、でかいタック来たり、カレンとか、うん、踏むとこなかったら、別にします。はい、雪乃、行っときましょう。OK です。
はい、OK、7233。では先にやっていきましょう。で、これはスピードでいいかな。民主化させておきますか。はい、OK。まあ、技術はね、テクニックとオフェンスでかなり稼げると思ってますんで、できるだけ黄色は踏まずに行きたい。まあ、最後の方は多分黄色になるんだろうけどね。はい、避難玉シュートもらっていきましょう。はい、雪の OK です。で、トッティ動いていきます。サッカーボール、いいですね。なんかトッティ入れる方が安定するよな。なかなかトップ下が安定しないんだよな。はい、で、スピード振っておきます。で、精神余ってますね。精神振ろう。まあ、多分、チームプレイはね、コツが来るんですよ。はい、こんな感じでいっちゃいます。スピードいきましょう。 OK です。でもってはい OK で、これ走りながらシュートで OK です。で、 K 君動いてきますね。はい、 K 君の福井部の方かな。はい、トッティこれ上でファンタジスタで持ってテックオフェンス。これはスピードでいいかな。メンタルでもいいけど、これはスピードでいいですね。臨床もしっかりと確保していきましょう。ウィングだからね、最終的に青に行くこともあるだろうから、まあ大倉君がハマってくれれば青に行かないけどね。で、雪のデートが終了しました。 OK です。で持ってで、カレンが進んでいきます。これはドリブルを鍛えたい。カレンがね、やっぱ優秀だよね。うん、あん中で一番優秀だったかもしれない。当たり引いてますね。で、これはね、オフェンス行きたいところはあるんですけど、ここはね、うん、スピードでおとなしくいってきます。序盤はまだタック弱いんですよ。なので、最後の方で敏捷筋力稼がないといけなくなるとちょっと辛いんで、まあ、この辺はオフェンスタックいかずに3タック4タック来たらね、言ってるかもしれないけど。はい、これはスピードでいいですね。で、敏捷を結構取ってる中、できればこれぐらいで、どうだろうな、セク20にパワー120ぐらいいけると嬉しいけど、まあ、ちょっと厳しいんだよねっていうぐらい。118ぐらいまでいけるかなっていう、大体いつも通りだと。上振れするといけるけど、なかなかね、厳しい部分もあるんで。はい、チームプレイ。で、スピード、オフェンスいいね。これはオフェンスいきましょう。さすがに、いるから、行ってきます。はい、とりあえずこれでいっちゃいましょう。OK です。カレンがいますね。いいよ。こういうタックが来ればね、まれに120いけちゃうんですよね。セクニーで。頭から赤ばっか踏んでたら別だけど。で、これはゲーセン行っておきましょう。認証だっけ、技術だっけ、忘れた。はい、で、カレンが進んでいきます。OK、終わり。アンストップブル、両方ゲット。で、トッティが動いていく。回復入れ終了。で、スピード、テク、これちょっとテクいっときたいね。うん、いや、パワーはしょうがない。認証がね、乾燥近く稼げるんで、これはちょっとテクいっとくのはありだと思う。やむなしですね。こういう時ちょっと技術溢れちゃうからな。はい。とりあえず行きましょう。テクニック行きます。OK です。あ、若干溢れたか。しょうがない。で、滝上が進んでいきます。で、ここで、オフェンス。お、いいタック。ナイスだな。いいね。OK、OK。こういうのはすごい助かるよ。こういうのすごい助かります。こういうタックが、やっぱりオフェンスに固めることにおいてのいいところだよね。
どうしようかな。どう振ろうかな。ここかな。ダッシュでいっか。リードコツは来るからね。はい、では 13%。 いや、どうすっか。ドリンク飲んできますか。さすがに怪我したくないもんね。はい、行きます。4タック、ナイス。ありがたい。一発目の4タック。こういうタックは連発してほしい。はい、まあ体力回復しなくていい。カラオケ、テクでいいかな。テクでいいかな。筋力に変えるのもワンチャンありだな。テクいってワンチャン筋力に変えるのありです。変えますか。変えときます。青でいくか。いや、赤だな。はい、OK です。で、まずは筋力。あれ、もしかして失敗した。マジか。マジ？ちょっと辛いな。経験点はまってる分、今のはちょっと辛いです。ラブリータッチ失敗か。はい、で、スピードいっちゃいましょう。スピードいこう。114ね、114。このセクションで118ぐらいまでいけるかな。一回寄り道したけど。オフェンスのでかいタック。で、ケイ君。で、大倉進んでいきます。オッケーです。いやー、微妙。テクかな。これはテクだな。しゃあなし。110、ここで117。次ここの踏んだら117はいけるけどって感じだね。はい、 OK です。まあ経験点だけならそこそこいってるはず。遊園地、はい、筋力見ましょう。で、大倉が残り1回ですね。あー、テクテクいっか。なんかすげー稼げてるな。ありがたいね。いや、これはパワー行くべきなのか、その他行くべきなのか微妙だけど。いや、すごい微妙だな。まあここ筋力振らなくても最悪は振れないからね。はい、これでいきましょう。はい、臨床ナイス。臨床ありがたいね。この臨床って疲れるよ。はい、ラブバー OK。 ねえ、これは正直どれでもいい感じはするな。はい、でカウンターコツね。はい、でケイ君が終わってきます。次、七夕で体力回復しましょうか。で、ここでワンチャン3万点いってない？いってる。ナイス、3万1000。経験点はすごい出てます。ありがとうございます。あ、オフェンスナイス。いいね。で、118までいけましたよと。まあ、そこそこいったね。セクニー終わりで118はまあまあいいんじゃない？で、技術とかも稼げてるし。はい、ありがとう。ナイスオフェンスタック。で、トッティ終わっていきます。はい、ナイスオフェンス、ナイスタックで。いいよ。
いいわ、いい内作。はい、K が終わったかな。はい、ナイス。で、ここで体力回復ね。できれば、あ、ナイス、ナイスナイス。これがね、雪乃が来るとね、やっぱ経験点少ないんですよ。ありがたい、ありがたいです。で、112までいけました。結構でかいな。経験点的には出てるし、ありがたい。パワーもしっかり出てるからね。リングは本当にパワーを、筋力をどう稼ぐかだから。筋力便所をどう稼ぐか。どうしようかな。まあ、とりあえずこれ行っといて、公園とか来てほしい。公園。夏休みじゃ、ねえ、海じゃない。海はダメでしょ。海はダメ。微妙。喫茶店もダメなんだよな。そう。あ、喫茶店の方が良かったから、喫茶店の方が精神20高かったね。体力の回復ワンチャンカラオケあるかなと思ったけど、なかった。で、スピード。スピードか。いいね。ちょっとドリンク使いすぎな感じがするな。ちょっとドリンク使いすぎな感じがあります。はい、ではスピード敏将振りたい。あ、でも敏将意外と振れてんだよな。スピード112だろ。結構スピードタック、テクニックタックだな。テクニックタックハマってくれたから敏将もそんなに取らなくてもいけるかもしれない。ある程度取らないといけないけどね。遊園地で観覧車じゃないな。観覧車は30回復だからね。意外とね、雪乃の方が体力の回復量はいい。しかも体力の消費も少ないから、ありがたいよね。一緒にいると。ハイテク、ナイス。ナイスです。このまま筋力稼ごう。それならば。で、こっちかな。いや、微妙だな。すごい微妙だな。どっちでもいいな。はい、テクいきます。今回経験点はすごいハマってくれてる。ダブルリーダーって失敗したけどすごい成功はしてる。で、海はダメ。映画館行っとこう。で、雪のこれは上でいいかな。筋力ビンショで、オフェンス、いや微妙。これは変えるか。変えずに行くのもあり。はい、行きの行ってきます。はい、そしてスピードテク、スピード行ってきます。 OK です。とはい、でスピードテク、あー、テクでもいい感じはするけどな。もうだってパワー125だろ。で、急戦法も取り終わった。で、敏将も取れてるからね。これいっか。まだ緑に変えるつもりはないからね。で、ここは、ここまで海がダメ。映画かな。15回復ね。で、テク、スピード、オフェンス、オフェンスです。これはオフェンスです。いや、敏将も結構取ってるな。いけてるね。ナイスですね。はい。あ、ここでオール500かな。はい、OK。でもって、海がない。公園か、映画か。ゲーセンはなし。はい、そして。で、そしてオフェンスのでかいタック。うん、微妙。お、スピ、あー、
それ来ちゃう。スリータックそこで来る。結構経験点今回もう余裕だな。余裕だと思うな。さすがに。さすがに余裕だと思うんだよな。アンストッパブル。で、筋力敏捷が出てここまで取れてるんでしょ？いい感じだと思うんだけどね。これでいっか。これも取っとくか。はい、行ってきます。スピード行きましょう。でも赤じゃなくていいんだよな、これ。黄色、緑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 、精神稼ぎます。まあ、テクニックとオフェンスはね、ハマってくれてるからね。ちょっと精神。行ってきます。海、体力回復。で、オフェンス。あ、いいね。黄色行かなくてよかった、さっき。さっき黄色行かなくて大正解でした。で、ディフェンス100。オフェンス振り切れるかな、最高。まあ、いけるでしょう。はい、ではオフェンスいきます。金徳は一応落ちだけだから、あ、いいね。今のタイミングなら OK。で、これオフェンスいきます。ナイスサックですね。相変わらず今回経験点いいね。稼げてる。徹底抗戦ちょっといいけどな。まあ、スタミナ振るか。まあ、もう黄色でいいでしょう。精神も稼げてる。おそらく。あとはテクニックがっつり振っていくっていう感じのムーブでいいはず。海、はい、30-30ね。精神敏捷で全回復。え、ここで5万点超えてるっしょ。はい、5万5000。やば、めっちゃ出てる。めちゃくちゃ出てますね。ありがとうございます。で、なんとかイタテンゲット。で、で、徹底抗戦も取っていいけどな。後でコツくるけど。あ、微妙。スピードでもいいな。どうせ技術獲得できるしな。まあ、こっち行ってこう。後で調整します。はい、打点。認証。認証か。ワンチャンラッパで治らないかな。テクで わざわざこれ緑に変える価値はないと思うんだよな。わざわざそれを行くならば、ワンチャンラッパ狙いたい。まあ、ここで不眠症直してもいいんだけどね。正直。はい。では行きましょう。ラブパ。こいつラッパすごい来る。滝神、来い。来ない。残念。で、公園でもいいし。あ、テク。いいね。いいね。ナイスサックだね。まあ、乾燥しちゃうけど。まあ、しょうがないですよ。印象余るんだろうな、おそらく。筋力欲しいな、筋力欲しいな。ここにね、彼女か、うん、残りの3人か。どれか行ったら筋力取りに行ってますけどね。いやー、これオフェンスで筋力取りに行くのも悪い。まあ、でもまだ技術なんだよな。まだ技術。あ、そう、アンストッパブル取れるんだ。あ、いいね。あ、いい感じに経験点はけてんじゃん。じゃあ、まだこれは技術でいいや。はい、OK。いいね。で、雪の海、海、海公園、観覧車。
はい、オッケー。オフェンス、あ、テクだ。テクだ。もう技術いらない気がするけど、テクだ。あ、でも、まだオフェンス振るから、いっか。精神取りに行くのもありだけどね、これ、ワンチャン。ワンチャン精神取りに行くのもありだけど。いいや。はい、行ってきます。はい、体力回復 OK です。ビュッフェ。で、持って、イラテンで、テーク振って、あー、微妙だなー。これ、ね、オフェンスでいいかなー。振っていきましょう。OK です。で、回復。海。一応不眠症あるからね。一応不眠症あるから、ちょっとケアしてきて。あ、スピードいいね。筋力ちょっと足らなかったから、このスピードを回っておきましょう。で、黄色で技術回って。精神ちょっと欲しい感じはするけどね。まあ仕方なしか。やむなし。行きましょう、スピード。で、回復、消費量少ないね、体力ね。ありがたい。カレンと雪乃でダブル現象で、これ海でいいけど、臨床精神もらっておきましょう。3030。はい、おー、どっち行く、どっち行く、どっち行く。技術そんないらねえぞ。精神もらう。あ、どうしよう。あ、でもまだ筋力欲しいな。緑もらいつつ、緑もらいつつ、赤もらうか。赤もらおう。精神はある程度来ると思うんだよな、最終的に。最終的に精神来る。安心しよう。はい。で、これは、映画か。な、はい。で、スタメン出てますね。OK。スタメンは出れてます。で、技術はもうそろそろいいよね。アンストッパブル。で、筋力がまだ、フルドンがこの辺あるから、あるからって感じか。いけるね。はい。これでいってしまいましょう。はい。1-0終わりました。ということで、さあ。さあ、満点は取れなかったけど、全然。あ、まあいいや。まだ、まだ大丈夫。で、テク。お、いいね。ナイス乾燥。めっちゃ乾燥してくれるね。ありがたい。これは、とりあえず技術振っときます。ここかな。これでいいね。はい、行ってきましょう。で、滝神。何くれる？海行こう、海。海。海行きたいかな。海。精神30。ありがとう。で、あー、いい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 。めっちゃいいの来てる。めっちゃいいの来てる。てか、俺、今全然気づいてなかったけど、パワー全然足らないの。まだ足らんやん。めっちゃ筋力足りてると思った。まあ、まあまあまあ。まあ、よしとしよう。まあ、まあ大丈夫だからね。まあ大丈夫なんで。なんとか、この辺振って少しでも、技術を使っとこうかな。はい、おそらくこれで筋力が乾燥するから、パワーをさざっと振ってって感じかな。はい、行っちゃいましょう。OK。で、精神も取れてる。OK。いいね。いいよ。で、筋力乾燥した。で、海行くのもあり。あぶね、海行っといてよかった。出てく。あー、微妙。それ微妙だわ。それ微妙だわ。それすごい微妙だわ。あー、どうしようかな。微妙だな、これ。テク行きたくないな。どっちかといえば。まあでも、あと2回変更できるんだろう。まあでもこっちで行くか。はい、行ってきます。
いいです。技術はまだテクニックタック、オフェンスタックで稼げると思ってるんで、そんな行くべきではない。はい、でスピードテク精神取りに行くのあり、ありありだね。はい、行ってきましょう。均等に稼いどこう。サブを取らないといけないとなるとちょっと辛いからね。はい、オフェンスでぶっちぎり。あ、筋力足んねえ。あー、やべやべやべ。オフェンスのカンスト、あ、来ない。あー、そんなの来た、そんなの来た。じゃあもうこれ赤行くしかないじゃん。はい、これで行きますが、行きますが、精神は振りたくないな。精神はちょっと置いときたいな。いっか、じゃあちょっともったいないけど、溢れるけど、これで行きますか。はい、ラストはオフェンスかフィジカルに来てくれると嬉しいな。はい、行きましょう。印象感想、はい、サクッとピンちゃんいっちゃいましょう。で、でだ、これアーリー振っとく。あと2でしょ。筋力乾燥すれば、まあいけるでしょ。まあサブポジもそこそこ取れそうだね。最後、どうせ乾燥、うん、最後の試合の時で乾燥ぐらいいっちゃうから、まあ触れるもん振っとこうかなって感じかな。筋力取りましょう。はい、終わりました。はい、182。ちょっとね、トップ下に比べて経験点やっぱ少ないね。試合経験点少ない。はい、オフェンスいいね、オフェンスいいね。まあ、とりあえず筋力使わないところ、はい、こんなもんでいってきますか。はい、オフェンスで筋力稼ぐ。で、あとはサブポジかな。サクピンビハインドか。これは取り切るでしょ。空中戦はまだいい気がする。うーん、どうしようかな。ビハインドは言っといた方がいい気がするな。闘争心も行く。とりあえずサブポジ全部は無理そうだけど、まあ、こんな感じでいっちゃいましょうかね。どうせ精神乾燥するし。はい、ではこれでいきたいと思います。はい、10、まあ、満点は取れなかったけど、多分満、うん、あ、そうかそうかそうか、マックスまでいかないのか。まあいいや、乾燥しない、乾燥はしないけど、そこそこ経験点ここで出るから。すいませんね、あの完璧トップ下の頭でいた。今トップ下ならばここで乾燥するんですけど、まあしないからね。試合経験点ちょっとしょぼいもんで、でも、試合経験点しょぼくても結構いってるはず。で、ここで、経験点は ?88,969。やば。はい、振ってまいりました。無事、ZZS、行くことができました。ということで、まあ、今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつぶた。